どうもこんにちは、ダルと申します。モンスターハンターサンブレイク実況プレイ始めていきたいと思います。では美酒天狗アシュを倒しに行けという緊急クエストが入りました。これを倒していきたいと思います。でね、やっぱりね、この今この防具が自分の中で最強だから、これ多分どこでも使えると思うからさ、これでいきたいと思います。では頑張りましょう。イエス、美酒天狗アッシュね。美酒天狗とはやったことあるけど、アッシュは多分初めてかな、わかんないんだけど、まあ新しいモンスター登場なのかな。おお、なんか新しいの来たぞ。まあ、ビッシュ天狗だね、これ。普通のだね、これ。あ、カキ投げてくれ。いくー、かわいそう。お！ケーキが覚えなきところよりに出て。アッシュってさ、ライズじゃ出てこなかったよね。ヌシとかだった。グナル行いがさらなる具を呼び。小ゼシがかなる災いとなったと。スボックに投げてくる。属性が火なんだね。おー、なるほどね。で、フィオレーネっていう方がついてきてくれるんですよね。モンスターハンターライズサンブレイクでは一部の緊急クエストにフィオレーネが同行する場合があります。協力してクエストクリアしましょう。はい、了解です。足だけ引っ張んじゃねえぜ。待って、俺あれ持ってきたかな。ちょっと待って瓶持ってきてねえわ。ちょっと一回一回いいっすか、瓶買ってくんの忘れた。麻痺が。ちょっと待ってくださいね。 OK、 さて行きましょう。で、この大社跡だったっけ、ここのね、あのショートカットするとこが僕は作ってません。解放してません。そうなんですよ。やんなきゃいけない、やんなきゃいけないって言っておきながら、結局サンブレイクまでね、来ちゃいました。防御力バチ上げして。鬼人格霊と。カムラの里のため、騎士としての務めを果たす。奴がビステンゴアッシュ、ここで必ず退けるぞ。わあ、わからなかった。くっそ、集中したんだけど。私のすべてをぶつける。ビステンゴとやるのかな、相当久しぶりだからな。手加減なしだ。うわあ、くっそ。されているぞ。まあでも、大体なんとなくわかるよ。ヘイトがそっちにも行くのが嬉しいな。うわぁ、難しすぎる。来て、見てなかった。
回連続攻撃を行うので、なかなか正面取れん。無茶をしないようにしなければ。どこ行った？また継続に叱られてしまうな。すいやせんね。よっしゃ、行きますか。なんかまた掴みづらい攻撃の仕方だよな。覚えきれてないっていうのがダメなんだよな。うわ、むずー。なぜ大社跡に現れた？やはり大域生物の大社跡っていうんだよ、やっぱり。大柱跡じゃない。標的にされているぞ。うわー、きついな、これ。むずすぎ。おお、なるほど、それも入ってる。ちょっと早かったか。腹の立つ動きだな。間違いない。オッケーオッケー。んー、でも三河仕上げりをうまく使えてるかどうかって言ったらまた違うよな。元気倍増です。違う。
てる。待て、チャージステップになってる。ノリナイス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 。いいんじゃないんじゃない。頑張れ頑張れ、ナイスダブルナイスダブル。お前飛ばしすぎ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 、俺が攻撃できません。いい調子だ。俺はもう落ちない。共に守り抜くぞ。入るね、ダメージ見てー。うっ、やばー。オーケープレート。全然落ちんな。追い詰めたぞ。相手が弱っています。食らいすぎなんだよな。だとしても、お願い、行くぞ。 OK、 捕まえます。まあでも 12,3 分かかるんだよな、やっぱり。はい、寝るの早っ。オッケー、終わりだ。借りました。お疲れちゃん。取れんかな、無理かなだね。お疲れ、ありがとう。めっちゃいい顔じゃん。なんか俺のまたブサイクじゃね。ブサイクじゃね。うん、OK、よっしゃ、めっちゃお金もらえました。イエーイ。マスターランクが2になったところで、 OKOK、 いい感じじゃないですか。いや、もうほんと生配信したかったな、これ。全部つなげて出すとかそういうのも、いや無理だな。いや、だるともに、終了したか。ちょっと疲れちゃった。
仰せの通りですと。なんだどうした、記念地2人しよう言ったばかりだ、ぜひまた、あ、いいよ、はい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 、お、ではまた、よし、では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。